今日で築地市場が全部引っ越しが完了するということで、11日に豊洲へ移ってしまうと、豊洲はそれ以後開場することになるわけです。しかし多くのこの3日間で移った仲買業者は、 あまりにも窮屈で店舗が狭くて、魚を処理する場所もないという、ひどすぎるこの環境に対して騒ぎ始めてるわけです。こんなところでどうしてこれから商いができるのかと。昨日、テレビで、いわゆる、 フジテレビで小池百合子と、そして伊藤博康が、伊藤博康っていうのは、水産会の会長、築地のドンと言われて、買ってはうなぎを偽装して事件になった男で、 息子が覚醒剤で暴力団と結託してどうのこうのという騒ぎを起こした、この伊藤博康が、小池百合子知事に心からお礼申し上げると、7月末に安全宣言を出していただいたと。バカなこと言うんじゃない、こら！とわしは言いたいわけ。当たり前じゃないだろ。 どこに安全なんだ、これが。小池は金になればリップサービスは何でもする女ですよ、これは。昔から。自分の利益につながることであれば、竹村、細川、小沢、小泉と乗り換えていく。そしてリップサービスで何でも人をうまく操縦して、 今の地位を築いておる。こんな伊藤博康みたいなものは一頃だよ、この女にかかれば。まあ、吉原の客引きの親玉みたいな女だから。ポン引きだ、ポン引き。ポン引きの客が伊藤博康だ。小池百合子知事に安全宣言を出していただいたために、 私たちは安心して豊洲へ行けますという。お前は豊洲へ安心して行っても、ほとんどの 90% の仲買卸業者は心配でたまらないわけだ。好き好んで行ってるのは 10% と金利益誘導したグループだけだ。山春の山崎、ねえ、それや早川、 こういうブルータス、裏切り者たちが喜んどんだけだよね。しかし今日も朝、私は4時に、築地の中にある水神社という神社が、この水神社に鳥居が立っておったのを、バーンとぶち壊してんだよ、機械で。この石を。 そして、それを豊洲へ持っていくと言って、持って行った、あとは、瓦礫の山です、これ。江戸時代から350年、これが日本橋にあった水神社です。そして、豊洲で83年、これが築地にあった水神社です。 鳥居もあり、灯籠もあり、石畳もあり、そしてお社もあったわけ。それをバーンぶち壊してるんだよ、これは。これはやっぱり生き物を殺すということで、魚の供養にもなり、なおかつこの地球上で温かい恵みを 与えてくれる、それによって人類は生きておれる。その恵みの魚をですね、
取ってきて、それを商いにして、成り立ってるこの何を供養しなきゃいけないということで、400年近く供養してきた水神社を、バーンとぶち壊したのは誰だ？伊藤博之じゃないか。どうだ伊藤博之。管理人さえになれば、神も仏もないんだろう、お前は、と。私は言いたい。ね。そこへ私はいつもお前に言ってるわけ。今日も行ってみたら、そこにお酒が置いてあった。小さなお酒が。そこへ塩があって。あ、お参りに来てくれたんだなと思って、ちょっとその紙をめくったら、山春って書いてた。これ裏切り者の山春じゃないのかと。この山春も裏切って神社をぶっ壊したから、何か考えたのか、何を考えてんだと、わしも首をかしげた。ちょうど今日4時に行って、その水神社の神さんにお参りしておれば、私は毎日神さんにはお参りしてます。いかなる神社も、神社総本庁の総裁としてお参りしてるわけです。私は今、宇佐神宮の、神社本庁、田中常教が乗っ取った、この神社本庁に対する抗議と、宇佐神宮の鮭伊藤漬けを守るための運動をやってるわけですよ。宇佐神宮全国奉賛会の私は代表として。そういうことで、水神社も、この神社総本庁からすれば、あまりにも神を冒涜する、このいわゆる卑しい、小高しい、浅ましい人種たちを、なんとかこれは、戒めてやらなきゃいけないと。これで見張りに行ってれば、多くのまだ、業者の方々がお参りに来てます。それだけ皆さんも魚を殺し、魚を売って、飯を食ってるわけだから、一生懸命その供養してるわけですよ。それをブルドーザーか何かでバンバン壊しまくってですね、神田大明神がやったというようなことを書いてましたけれども、神田明神もこれけしからんようなことするとは。何年お前たちはもう神社本庁の田中常清と同じで、神に仕える資格はない、神主の資格を持ってるやつがどきなことしてないね、この今の時代に。宇佐神宮だってよ、長広賢治が権宮寺で伊藤鮭の筆頭権宮寺をぶん殴って腕をねじ寄って、そして追い出したわけだ。これが裁判にかけられて、裁判でも認められて、長広たちは罰金を払わされている。罰金で終わったのは裁判所も甘い。本来これは刑務所送りだよ。そういう長広がやったことは、宇佐神宮の聖武天皇から授かった金の延べ板三枚を岩清水八幡宮へ持ち出して渡したと。岩清水八幡宮は神社本庁総長をやっている田中常清の神社である。田中常清は宇佐を乗っ取り、宇佐の宝物を宇佐 神宮から岩清水八幡宮へ移そうと企てているということは明らかになったわけだ。そういうことを私が神社総本庁としてやっている傍らで、今、築地の中にある、いわゆる水神社を守ろうとしているわけです。それに対して、東京都は、取り壊すとしているわけだ、解体で。いかなる権限を持とうが、小池百合子が知事権限で、
解体業者に命じようが、やはり江戸350年、そして築地80何年、400年以上続いた水神社をぶっ壊すことはできないと私は思う。まあそういうことで、法治国家でありますから、弁護士を立てて、そして取り壊しを聴取するための法廷闘争に持ち込むという準備が今着々と進んでおります。仲買人の皆様も長年お参りされた築地水神社、また豊洲へ移った後もよろしくご参拝のほどお願いしたいと思います。東京都もそういう参拝者に対してはゲートを開けて参拝の道だけは開いておいてください。